加入してこの1年目からこうやって毎年写真集を出すことができて本当にもう毎度毎度本当に嬉しい気持ちでいっぱいですしあの今回は10代最後の写真集ということで、まあ、こうやって大人になっていく過程っていうのをこうやって皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています点数は何ですか <laughs>、えー、去年何点って答えたか忘れちゃったんですけど多分200点とか120から答えてたので。 ちなみに、去年よりそのアップした理由はなんかすごく私、今回の写真集が自分の,なんかそのスタイルというか,なんか表情が割と上手にできたなっていうふうに個人的に感じていてあの自分の好きな顔の角度は左側なんですけど左側のカットが結構多かったりもしましたしあと、シンプルになんか顔が去年より。 その自分が見ててあちょっといいかもって思うページが増えたのでちょっと今年は高めさらに高めにしていきましたロッキンジャパンフェスには2回目の出演だった個人的にはその2回目の出演だったんですけどあの去年よりやっぱその声出しが解禁された状態ですしお客さんもその心なしくさ去年より増えたなっていう風にこのステージにこうやって出て一発目にそれを思って。 で、あなんかやっぱり歓声があるっていうのもそうですし、お客さんがここでバーっていっぱいいてくださるのは本当にその自分のモチベーションにもつながるし、あなんかこれからも頑張ろうっていう風に思えるなっていうのをなんかすごく実感したステージになりました。うん、あの毎年評判になってますけど、今年も MC はな,なかったんですか？今年も全然なかったですね。 結構その去年は風があったのでそ,のそんなに暑さを感じなかったのでそのもうちょっと休みたいとかもうちょっと MC 長くしてとかあんまり思わなかったんですけど今年は風もなくこの湿度高めの気温が暑い状態だ気温がすごい高くて暑かったのであもうちょっと MC 欲しいなって正直思いました <laughs>。 あのロッキンはもうおーこれからも、ねえー、注目を集めると思うんですけど、うんうん、北川さん的に、ね、個人的にこういうパフォーマンスを意識しているとか目標とかありますかこのフェスだとどうしてもそのビジョン に抜かれるのはその時のソロパートを歌ってるメンバーだったりあとはそのやっぱり真ん中にいる人がこうやって抜きやすいじゃないですかカメラもだからなんかそういうのがあるのでちょっとツアーとは少し雰囲気が違うんですけどだからこの遠くのお客さんにこの届くようにすごく大きくパフォーマンスをしたいなっていう風うには思いますねだからそのビジョンに映ってなくてもなんかあって目を引く存在になれたらなっていう風うに思ってます やはりあの「モーニング娘。23」3今あのメンバー,、ねえー全部見てて、うんはい、北川さんもっともっとあの目立っていいんじゃないかなというか、ね<ー>えー、センターというかエースというかいそういうのっていうのはなんか思うところはありますか 15期はもう後輩も入ってきましたしで、まあ、福村さんのご卒業も控えているのでなんかこの自分が「モーニング娘。」にもっと貢献できるようになりたいなっていうのは常に思っていますだからやっぱりパフォーマンスとかあとは何だろうその他のそのイベントとか、まあ、それこそこういう,こうやって開いてくださっている取材とかもなんか含めて「そのモーニング娘。」にたくさん貢献したいなとうう思っています。えー 得意なその今活動の中でまだちょっとこれ苦手だなとか苦手はまず苦手はやっぱりダンスがちょっとやっぱりまだ苦手意識がありましてやっぱり覚えるのも遅いですしこの人より上達する速度が本当に遅いので <laughs> だからこれからもやっぱ努力はしていかないとなっていうふうに思ってます。 でまあ、その得意なことはその最近すごくレコーディングをすごく楽しめるようになってきてこのリズムをどこで取るとかどういう風に切ったらあの歌声がよく聞こえるかっていうのをなんかだんだん少しずつ分かってきたなっていう実感があるのでなんかこれからもまあ学んでいってどんどんこのそれをさらにさらにこうやって得意なものにしていけたらなっていう風に思っています。 そういうのって、あの og の方からなんかアドバイスとかこう接する機会っていうのはあったりするんですか？そのたまに og のその先輩方があのライブに来てくださる時があって、そういう時にあここの振り付けはもうちょっとこうやって腰低くした方がいいよ。とか、そういう風に教えてくださる時はあります。それはどなたが。 直近だと高橋愛さんやっぱり高橋愛さんが一番そのライブに来てくださる回数が多いので必然的にその接する機会も多いんですけどなんかそれですごくいっぱいアドバイスをいただきます。嬉しいですあの今 色の水着を着ることが今まであんまりなくってなんかそれがすごくこの新鮮だなと思ったのとあの今までのお気に入りカットでこのバストアップの写真ばっかりこの出していたんですけどこのなんか初めてその自分のこの綺麗に体のラインが出たなっていう思っていう風うに思った写真だったのでなんかすごくこのちょっと体型作りを頑張ったりとかした。 のがすごく出せた写真だなっていうふうに思ったので今回は思い切って全身写真にしてみました毎年夏に撮影していたのですごく夏に絞って ででも食べるのが大好きなので <laughs> あのすぐ戻ってしまったんですねで毎年冬に戻ってで夏に一気に絞ってっていう,うのを繰り返してたんですけど今年はなんかそうならないようにしようと思って毎日毎日その夜ご飯ちょっと少なめにするとかそういうのを結構積み重ねていったらそんなに変化がなくあの前回の,その写真集からもいい感じに体調維持できてたのであの直前になって筋トレの回数はちょっと増やしたんですけどでも今までの なのでよりかは割と緩めに心に余裕ができた状態であの挑んでましたちなみに筋トレってどんな内容あの鬼の腹筋っていうタイトルの,あの YouTube とかの動画があるんですけどなんかそういうのをやったりあとはお尻の筋トレとか背中とか二の腕 太ももとか結構あの一気にやるときは本当に4五5 0分ぐらい集中してこの YouTube の動画をこうやって見ながら一緒にこうやってテレビの前でやってました。 10代最後の写真集ということでこの今までにはないカットもたくさん含まれてますしあとは衣装もすごく今までは割と水色とかそういうのが多かったんですけどあの今回緑の水着があったりあの原色の本当にもう濃いピンクのワンピースがあったりなんかすごくその衣装も結構その新鮮な一冊となっているのでこのもう1ページ1ページ皆さんに楽しんであとは前回よりも少しは 大人っぽくなっていると思うので、なんかその前回の写真集と見比べたりとかもして楽しんでいただけたらなっていうふうに思っています。たくさんの方に愛していただける一冊になればいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、指差しあげてますか？おくれます。ありがとう。あ<ー>あ<ー>い。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。以上です。はい。ありがとうございます。お願いいたします。はい。 手を振る感じとかなんかちょっと違うポーズとかはいいいですはい。